はい。何じゃあ上に上がってもらうので、はい、いけるかな。はい。じゃあこれ外しますね。はい、お願いします。はい。じゃあすいません。はい。体重測りましょう。29.38。体重ってこのくらいですか？いつもそうですね、29、30あたりです。おとなしいな。おとなしいですか？ですだいぶハーハーして緊張してますね。あ、緊張してますこれ、うん、よし、じゃあちょっと長身したりするので、お尻上げていきます。胸の音も綺麗ですね。去年が5週打ってるんですけど、うん、一昨年が8週、はい、今回は8週でいいですか？どうなんでしょうか。まあ、お散歩行く範囲とか、はい、行動範囲とかにもよるんですけど、結構お散歩行きます？お散歩はそうですね、行きますね。そしたらまあしっかりお散歩行く子は8週までをまあおすすめはしてるんです。じゃあそれでお任せで、はい、お願いします。特に今まで注射の後の体調の変化ってないですか？うん、ないですね。はい。熱は38度。38度、まあ犬にとっては平熱ですね。はい。じゃあ足触るよ。歯も綺麗ですね。歯磨きしようんですか？いやいや、このね、ちょっとこう黄ばんでるっていうか、これね、こういうのってどう取ったらいいんですか？ここですね。こういうやつか、うん、ここは歯磨きだと難しいところで、うんうん、どうしてもこう重なって、うん、上にまあ、上の歯がこう重なってしまうので、うん、磨きづらいので、うん、何かをかませるとか、うん、もうそういうやり方しかないんですか？まあそうですね。あとはまあこうやって空いてる時にこう、うん、ですね。もうそれしかないんでしょうね。そうですね。噛ませる時になんかガムとかおもちゃとかをこっち側から噛ませて、うん、でまあ集中的に奥は噛ませる、うん、他のところはまあ磨くとか、うん、そういう組み合わせでもいいかもしれません。歯磨きはできるんですよね。結構綺麗だから、うん、一応あのよくあるじゃないですか、指のサックなのタオルみたいな あれでね、ゴシ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 してます、ね、うん、ぐらいしかぐらいしかまあ綺麗なのでこの状態をね維持してあげましょうね。はい、OK、耳も綺麗ですか？どうしたの？おとなしいよ今日いつもはもっとあれです、激しいです。いやいや、うん、ちょっと不安なんか？不安うん、身体検査上は、まあ、体型も良さそうですし、はい、歯も耳も皮膚も綺麗かなと思いますね。嘔吐とか下痢とかそういうのも特にないですか？そうですね、全然ないですね、最近は。わかりました。そしたら左側の検査をまずしますので、はい、ちょっとだけ血を取りますね。はい、
言いました。痛みないんだろうか。痛がらんない。強いですね。人間と違うのか。でも痛みはまあやっぱりワンちゃんも感じるしかない。はい、我慢してくれたね。我慢。怯えすぎて。痛さが分からん。それどころでないの。いや、尻尾がもう舞い込んでる。そしたらワクチンを打ちますね。はい。はい。じゃあ今日は注射だらけ。そうですね。今日はね安静にお願いします。わかりました。はい。はい。おしまいです。はい。終わりました。リードつけて、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。すいません、どうも。はい、ありがとう。はい。そりゃそうよ。